今回で言うジェノサイドっていうのはどういう意味で捉えられてますか？ジェノサイドにはもうちゃんと明確に国際法であるんですよ。例えば民間人を意図的に殺していることとか、あるいは施設、民間インフラストラクチャーを壊すとか、は移動、同じ人種の人たち、同じ宗教の人たちを大量に移動させることとか、そういうのって全部もう明確に書いてあるんですね。それをほとんどもう全部イスラエル今回この1週間でやってるんです。インフラ、その学校、病院、救急隊を狙ってるとか、そういうのも全部映像になってちゃんと証拠があるんですね。あらゆるジェノサイドのポイントをちゃんともチェックしてきてるんですよ、イスラエルは。今回だけでももちろんその前からもやってる部分もあります。その北から南側に移動しろって言った時に、国連もこれはジェノサイドだというふうに発表しましたよね。やっぱりその無理な移動とか、100万人も移動できるわけないのに。 AI テレビオペードスタートです。